こんにちは、黒田和義です。ボーカルの深尾太鼓さんです。はい、こんにちは。よろしくお願いします。今日はあの僕のメルマガの読者さんから何回もあのオファーがありまして、テイクハイをぜひ歌詞解説してほしいということで、それでこの間一緒にライブやって、あのライブ楽しかったね。楽しかったね。あ、いや、いろいろあったね。いろいろあって面白かった。今も大きいライブやったね。あ、面白かった、あれは。で、あの、そう、その時に、この歌詞解説をするためにいきなり初演というか、そう、私はテイクハイブ歌ったことなかったんだけどね、この機会をいただいたので覚えて、やっぱり、はいはい、ライブで歌わせていただきました。うん、まあ、ジュジュさんもちょっと前に、今から考えて10年前やから、もうだいぶ昔の話ですけど。そうなんや、私その時アメリカにいたから知らんかったけど、じゃあということは日本の人たちは、例えばジャズ知らない人もテイクファイブは知ってたりするわけ。知ってたりする、知ってたりする。そうなんや、それって5拍子だったわけ。5拍子でやってる。ああ、そうなんや、へえ、面白いね。だからでもそう、だからさ、テイクファイブって話を聞いた時に、難しい曲をみんなやんねんなと思ったわけよ。うんなるほどね、そういう背景があるんだね。あ、有名なのアルジャローのテイクファイブがめっちゃ有名。うん、前はもう早いし、うん、あのスキャットとかいっぱい入ってて、うん、相当技術がってないとみたいな、もうなんかあるよね、そういう、うん、ちょっと歌えたって、ね、すぐには手をつけられません的なポジションにある歌やった、私も思ってたから、長い間ほったらかしていたんやけれども。この曲はまあ、でも僕は学生の時に、まあ、普通のデーブ・ブルーベックのアルバムの、うん、タイムアウトってやつね、めちゃ面白い曲いっぱい入ってるんですけど、でそのポール・デスモンド作曲のやつのこの59年発売、発売やからもしかしたら作曲時代もうちょっと早いかもしれない。あのテイクファイブの作曲が、あ、でもテイクファイブの作曲はあれか、そのそう、その前の年にね、なんかツアー、ユーラシア大陸ツアーとかやってる時に、トルコでなんか9拍子の音楽を聴いたブルベックが、うん、ポール・デスモンドに書いてほしいって言ったっていう話やから、やっぱりもう前の年ぐらいからだね。歌詞自体は、カメ・マクレが歌ってる。カメ・マクレがね、歌ったアルバムが61年に出てる。多分これのために書き下ろされたんやと思うけど、うん、そのデーブ・ブルーベックの奥さんのローラー・ブルーベックさんが歌詞書く人で、ライターみたいな仕事の人で、うん、で、あの、リリシストでね、でも歌詞を書いたってことらしいね。うん、なるほど。なんかまあ、そういうことで、なんとなくデーブ・ブルーベックの曲って思われがちですか、ポール・デスモンドの曲になってますね、クレジットはね。うん、そうだね。でもまあ共作っぽいよね、なんかね。うん、そのアルバムのためにね、ほとんどアルバムの曲ができてた上でもう一曲みたいな感じの、うん、これやろうかっていうのをデーブ・ブルーベックに、あのデスポール・デスモンドが頼まれて書いたって感じらしい。あの、売れるかどうかわからんけど、とりあえず他人から入れとこうで売れた、あのスモークそう、あの前もあったね、それハードロックの涙でスモークオンザウォーターやな。そのほぼほぼその場で作ってやったり、なんかカットしようまで言われたのに一番売れたみたいな。ちょいちょい、あの、いろいろ見ましたけど、500らしきものもちょいちょいあり、この辺を気をつけなきゃいけないよ的なもの、難しいよね、わかるわかる、なんかね、イディオム的な表現あるからね。そうね。じゃあ発音してもらいつつ。わかりました。あのさ、これあの楽器で演奏するときはさ、オリジナルで E フラットマイナーで演奏しはるんやけど、うん、歌の人がとても、特に女性ボーカルが E フラットマイナーで始めると、うん、ブリッジどっちに行こうみたいな。あ、そのままブリッジめっちゃ上げるとタコなるし、下げるとなんかブリッジ感がなくなるしみたいな。うん、でこれ相当その A を下げとくとブリッジで上に上がれる。うん、私もこの前初めて歌ったときは、あの、B フラットマイナー。B フラットマイナー。Won't you stop and take a little time out with me? ぐらいから始めました。うん、これは、Won't you stop and take a little time out with me? この、まず Take 5っていうのがさ、うん、曲そのものは5拍子っていうので Take 5みたいな感じのタイトルになってる。うんうんうん、それをロラ・ブルーベックが5分休みしようよっていう風にしたな、うん。いいね。それがうまいことね。うん、Take 5っていうのは、Just Take 5っていうのは、例えばシアターの人たちがこうリハーサルとかしてる間に、はい、5分休憩とか入るときに Take 5みたいな、うんうんうん、そういう、その Take 5、うん、あのな、シーンをいっぱい撮ってて、Take 1、Take 2、Take 3の Take 5もあっただろうし、うんうんうん、そういう攻め方もあったと思うけど、この歌詞に関しては Take 5は、Let's take a 5-minute break ってことかな、うん。タイムアウトっていうのが、
のタイムアウト、休憩。休憩っていう意味ね。So, won't you stop? っていう、stop っていうのは、まあ、ちょっと休んで、まあ、やってることやめやて。めて。And take a little time out with me. うん。僕と一緒にちょっと休憩しようよみたいな。そう。ほんの5分だけ。5分だけ。Stop your busy day and take the time out to see if I'm alive. この Stop your busy day って言ってる時点で、あなた忙しいのはわかるけど、みたいな。まあ、お忙しいでしょうけれそうそう、お忙しいところ。ど。すでにあなたのスケジュールがいっぱいなのはわかっているけれども、という。Take the time out。そのお休みをちょっと取って、で、if I'm alive、これは、こう、まあ、冗談めいているっていうか、まあ、僕のことちょっと見てよ的な、僕、ちゃんと息してるか、毎日大丈夫か。If I'm alive だから、なんとかかどうかってことやな。To see if I'm alive。生きよてるくかある。どうかちょっと確認してちょうだいよみたいな感ちょっと僕のこと確認してよと。じ。ちょっとその直訳するとそんな感じやね。まあ休憩して、まあ僕の様子を見てようにしたけど、ちょっとこっち見てよ、気づいてよとか、ちょっと僕のことも気遣ってよみたいな。っていう見か、たこっかちの方に気を配ってよみたいな。まあ、いわゆるナンパの曲なんね。でやな。そういうことやな。そう気にしてんだけど、毎日、でもこの後で出てくるけど、まあ、ちょっと出会ったわけじゃないんだよね。結構前に出会ってんだよね。前から気にはなっている。これは、男性目線、女性目線、どっちからでもいけそう？どっちからでもいけるね。と、和訳を見てみると、女性目線で書いてる人もいれば、男性目線で書いてる人もいた。ああ、なるほどね。そう。ね、あるじゃろう思いながら書くか、書くか思いながら書くか、自分を主体にして書くか。そうだね。サイズ一緒やねんけど、文字数が倍になってるから、ドラマーがカウント出して速くなると、歌の人サビ全然歌えないみもうた大変よ。いな。大変やな。これが A メロ1個分で、ここが B メロがこの2枚分あるんで、それを同じ尺で詰め込むわけやから。Though I'm going out of my way。これはいつも行ってる道じゃないところを行ってるけどって感じ。このが僕が家から仕事に行くのに、こうまっすぐ行くとが仕事には行けるんだけど、わざわざこう行ってんだよねって感じ。アウトやから、そこからそう。外れてるってことやね。Out of my way。そうなんだよ。毎日ルーティーンで通うところをちょっと外れていつも行ってんの。回り道してってことそう、ね。回り道、そうそう。なんでかっていうと、So, just so I can pass by each day。こう、pass by っていうのは、君ところを寄っていくっていうか、ちょっと寄り道していく感じのそう、こ pass by each day。通り過ぎることができるから。と。あ毎日。何を通り過ぎるかっていうと、あなたのとこや。はははは。うん。君がなんかお外、なんか窓際でなんかやってるかも、お花をなんかやってるかも、お掃除してるかも、そこをなんかちょちゅーっと僕は通って、チラチラ通っていきたいから、わざわざ回りして。で、その時に、Not a single word do we say。もう一言も僕たちは喋りはしないわけ。彼女はなんかやってるし、僕も通ってるだけだし。これじゃあパントマイムだよね。で、プレイに、劇になってない、言葉交わしてないから、パントマイムでしかないよねって。プレイヤーと、なんかいわゆるこう映画みたいな感じとか、そういうそう、こ音声がある、まあ、音声がある劇っていうう。感じ。これはもうまさに、wait, date, say と play を、おお、ええ、ええ、韻を踏みたいがゆえの、あなるれやほど。上手にできてんねんけどさ。は Not a single word do we say, it's a pantomime and not a play。It's not a place. だからもうオンスプレイっていうのは、だから、プレイそのものもお芝居だけど、でもお芝居じゃなくて自分たち本当の人生を生きてるわけなんだけど、でもそれにしても音声があって会話をしたいわけ。まだサビ続くねんな。せやね、長いね。Still、しかも早いね。I know our eyes often meet. 僕たち目がこう通り過ぎるときに実は合ってるよね、よく。君もこっち見たことあるよね、何回も。みたいな。I feel tingles down to my feet. そしたらもう足の先までこう、続々が走るんで。ティングルズっていうのがその続々な感そんな感じ、こう、ぐぬくすくすぐったい感じというか、ゾクゾクするという感じというか、先まで。ダウントゥーマヒートやから全身ってそのそう。僕がこう足の先まで行ってまうみたいな。When you smile ってことは、
いや、笑ほ、つまりは君が微笑んでんだね。で、that's much too discreet。ここね、言いにくいんだよね。That's much too discreet。ほんのちょっとすぎるの、その微笑みは。でも、多分僕のためにニコッとはしてないんだよね。これディスクリートってあんまり使わない。よく使う。使うかな。使まあ、う。歌詞であんまり出てくることもないけども。でもミートフィートディスクリートやんな、多そうだね。そう、そういうことだよね。Sends me on my way。Sends you, send me っていうのはさ、なんか、それこそ、サム・クックの曲で、さっき言ってた、なんか、You send me っていう曲があって、なんか線の見えと送るっていうイメージがあるけど、なんか電波を発して送ってるっていう感じのとこから来てる。なんかね、私の心のステータスをどっか違うところに送る感じかな。こう、心境を違う、レベルに上げてくれるというか、ちょっと違う、なんか違うところに送ってくれる感じかな。自分をどっかに送ってくれる。向こうが何かをこう発信してこっちが受け取ってるのではなそうくではて。ない。You send me something っていう意味じゃなくて、私自身の心をどこか違うところに持っここてくる。に持ってってくれるってことか。持そう。ってってるってことか。また You send me on my way。自分自身の気持ち的に行きたいと。なるほどね。感覚がすごくつかみにくい一文な気がする。確かにそうだね。まあこれ主語は微笑みがになるのかね、線そう、路。You smile when you smile だけど、It sends me on my way。和訳見ると皆さんこのようにワクワクするとか嬉しいとか、そういうふうに訳されてて、皆さん結構、あ、よくちゃんと 調べて、素晴らしい。なかなか難しいよね、ここね。では最後の A。Wouldn't it be better not to be so polite? そんな礼儀正しく、おとなしく、上品にしてなくてもいいわよと。もっとフランクでいいんじゃないって感じやな。その子は、だから、おとなしいんだよね。で、ちょっと、あ、ございます、みたいな感じなのかも。それよりも、you could offer a light。これって、いろいろあるけど、このバージョンは、そんなさ、礼儀正しくでもなくてもいいから、ちょっとタバコの火でもどうとか言ってよ、みたいな。ちょっと僕に話しかけてくれてもいいんじゃない?みたいな。ここは視聴者の方からライトが希望の光じゃないですかっていうふうなことを言ってましたが。多分ね、歌詞的にはこう、わざわざこう、タバコの火がいるな、的な感じをしながら通り過ぎたりするんで。で、そこで、彼女が、火いるって言ってほしいなと思いながら、わざわざ、火をタバコのライター探しながら、こう歩いたりする情景。You could offer a light。確かに、offer a light に、希望の光が見えるとかいう、この状況の役がついたりする設定もあるだろうけど、この場合は、うちの夫にも聞いたけど、これね、タバコの火貸してってことだよ、みたいな。特に言ったから、そうねんな、みたいな。最初ね、ちょっとそれもあるかもって言ってそう、たけ私もそうかなって思ったんだけど、まさかいきなりタバコって出てくるかなって最初思ったんだけどさ、アメリカ人に聞いたら、そうだよって そう、これでタバコの火貸してとか、それをきっかけに喋る会話ができるから。この前も犬の散歩を、そう犬飼ね。ってなかったらどうやって人と喋るのっていう話になってくる。アメリカ人はそうやって言うっていうことやんな。そうそう、あなた犬飼ってないの?とかって、How do you meet people? みたいな。どうやって人と知り合うんやと。どうやって人と知り合うの? あなた、タバコ吸わないの?じゃあどうやって人と知り合うの?みたいな。タバコを吸うイコール火を貸してっていう会話が生まれるみたいな。これ今の時代には生まれない歌詞だよね。これ60年代、50年代、ね。だからタバコみんな吸ってたから。そうね。イメージ的にはなんか道で喋ってる感じ。もうまさに。僕はいつも通り過ぎて、ちょっとタバコの火とか貸してくれそうなポジションにはいる。結構だから近くを通り過ぎてるんだよね。でも遠くの窓から見えてるわけではないね、だからね。なるほど。じゃあとにかく喋りかけれるぐらいの距離で火毎日。をわざわざ通っていってんね、毎日。前向きに、一生懸命アプローチして気づいてほしいな、喋りたいな。そう、なんかね、カメが歌ってるってなると、まず全然イメージ変わったけどさ、私もそれはカメまくれの方が先やったって、一番最初やったのは、知ったのが最近で、
もうアルジャロのイメージばっかりが強いから、まあ、アルジャロが書いたんかぐらいに思ってたからさ。そしたら違ったけど、でもそのアルジャローがこう、細い、こう、背中で、セーターとかこう着てて、シュータはこの日抱えながら、こう、まあ、足しげくブルックリンのどっかを歩いて通ってる感じが、ずっとイメージにあったから。そう、まあ、でも、そういうのもあるだろうし、で、まあ、その女性が、こう、その男性ね、とこ、いるところ通ってるのもあるんやし。この時代はね、だから女の人がタバコの火貸せよっていう感覚って、なんかこう、ね、だって女の人が歌ったら、これ、タバコの火私につけてもいいわよっていうことやかそうだね、そうだね。ら。そういうちょっとかっこいい、いや、とかヒッピー系の というか、こうヒッピーじゃないかな、まだそこまで年代は行ってないのか。でもそういうかっこいい女性が通り過ぎる感じなのかな。まあでもね、こういう歌詞確かにがそうというだこね。とそうすで、ると全然映画また変わってくるね。というわけで、じゃあたえちゃんのバンドで、まあ僕がドラムソロがあってのやつを、これでこの歌詞を鑑みながら最後聴いていただけたらと思います。というわけで、本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。